それが約半分です。どうなるのか、本当大変心配をする中に、協賛金はですね、昨年以上、昨年を少し超えるぐらいの協賛金をいただきました。まあ、28年後はですね、4件ほど新規加入がありました。まあ、そういったこともあって、それに沿って各団体ごとに丸くなっていただけますでしょうか。もう一つ来ております。恵比寿夏祭り盆踊り花火大会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。開催にあたり関係各位のご尽力に敬意を表し、たらぎ町のますますのご発展とご参集の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。熊本県議会議員松田三郎様でした。ありがとうございました。では準備はいいでしょうか。